皆さんこんにちは、2022年11月の本日は13日、こちらパソコンのデータで、まあ、これでわかると。まあ本日雨なんですけども、まあ、仕込みとして天皇陛下が、12日、13日兵庫県に来られています。で、稚魚の放流を13日行うんですけども、その前に会館でお話をされます。で、両方とも漁業関係者しか、まあその会館の中にも入れない。で、稚魚の放流にも立ち会えないということで、まあ私と会えない、まあこういうふうな設定で、まあ天が悲しんでいらっしゃるということで、まあ今雨降っています。日曜日に雨が降っています。土曜日等は富岳等の見学を、天皇陛下はされてます。なる人様のことですね。令和です。雨は降ってるんですけど、これは優しい雨で、ある程度雨降らなかったら、冬前にね、水不足で困りますし、冬に大雪降ったら困るんで、何でもほどほどに、まあ前もっての準備というものがありますんで、まあ貯水をしておくと。まあこれはあんまりネガティブに捉えてはいただきたくはないと。すべて総合的な勘案から、ポジティブかネガティブかで変わってきます。で、雨が今降っていて、時刻は先ほど、まあ、11時前ぐらいの時刻ですけども、そこそこ太陽の光あるでしょう。以前もこういった内容を撮影しましたけども、雨降らしながらでも太陽の光の光量を上げる方法はあるんです。これが天気に精通した人間の結論です。だから、まあ、太陽光パネルで、まあ、1割程度の、晴れてる日と比べて、電気を、生産して、まあ、河川水門開閉式ダム発電でも、まあ、地下水流トンネル発電でも、まあ、発電ができると。まあ、こういったことです。ちょっとね、画面、画素数にもよるんですけども、まあまあちょっとした雨ですね、今の雨は。以上です。